BNSF 線のカルフォルニア州、カホン峠を越える、副総貨物列車副総貨物列車の一部。中央の車両は ENTTX カンパニーが所有するが、コンテナは EN ペイザースタックトレインが所有するポーツマスのアップム、ターミナルで積載中の副総貨物、列車副総貨物鉄道輸送とは、インターモーダル輸送において、輸送コンテナを貨車に二段重ねにして、 鉄道輸送することである。複装貨物鉄道輸送は1984年に北アメリカで初めて導入された輸送方式で2010年代のアメリカ合衆国では鉄道によるコンテナ輸送の7割を占めている。コンテナを2段重ねにすることで貨物列車の単位長さあたりで約2倍の貨物を輸送できるため輸送力の増強とコンテナ一つあたりの コスト低減を両立できる。二段に重ねたコンテナを車両限界に収め、また積載時の重心口を可能な限り下げるため、トレーのような形をした専用の低消化車を用いる。このような形状によって下段コンテナのドアが開かないようにする効果も得られている。また、さらなる輸送効率の向上のために40フィートを超えるサイズのコンテナについても二段重ねとすることが、 可能となっている。1970年代のアメリカ合衆国の物流では、ベトナム戦争への装備調達やアジアから北米への輸出増大のために、西海岸で海陸間輸送の重要性が高まっていた。コンテナ船は輸送コスト低減のために年々大型化しており、やがてパナマ運河を通れないオーバーパナマックス船が一般化して、アジアからの定期航路は、 東海岸に向かわないようになると予想されたため、貨物を西海岸から内陸部や東海岸に運ぶ手段が必要になった。サザンパシフィック鉄道は大手コンテナ船会社シーランドの創設者、マルコム・マクリーンと共同で1977年に初めて二段重ね貨物列車のアイデアを発表した。SP 社はその年、アッコフ・インダストリーと台車を設計した。 複合貨物鉄道輸送が業界標準となるまでには時間がかかったが、その後1984年、アメリカンプレジデントラインズは SP 社と共同で作業し始め、同年内に最初の総二段重ね貨物列車がロサンゼルスからサウスカーニーにスタックトレインレールサービスの名前で走った。列車は途中 SP 社からコンレールを走った。コンテナ車一両に積載する。 コンテナ数が2倍となるため、車両側では、車体や輪軸の強度と連結器や干渉機の性能が、線路側では、軸重制限と路盤の強度が適正であることが求められる。貨物を2段重ねにする場合、重心を低く保つことが、車両の安定のために必要である。一種のコンテナを積み重ねる場合には、貨物の容積と重さを考慮して積載する必要がある。 コンテナ船と同様、ヒューリスティックな手法やタブーサーチによって、積載順序を決定するアルゴリズムが研究されている。運ぶコンテナの大きさには決まった種類があることから、服装貨物輸送にはいくつかサイズがある。ダブルスタックカーのくぼみの長さの規格は40フィート、48フィート、53フィートが普通である。コンテナ高さは8フィートから9フィート6インまである。 複総貨物輸送を行う場合、走行区間すべてにおいて十分に大きな車両限界が確保されている必要がある。そのため、大陸の東西を結ぶインターモーダル貨物輸送が多く、他の先進国と比較して、鉄道の電化区間の割合が少ない北、アメリカで最も普及している。それでも、古戦橋の傘上げやトンネルを拡張するために多額の投資がなされている。 CSX 社は、レール上の車両限界の高さのリストを公開している。このリストによれば、ダブルスタック3では ISO ハイキューブコンテナを2段積みして輸送できる。線路が電化されている地域では、ほとんどがダブルスタックカーのことを考えられていないため、架線高さが障害となって走行できない。また、同じくダブルスタックカーの運行を前提としていない。 古線橋やトンネルも通過できない。これらの拡張には多額の費用がかかるため、これらの制限がない、または少ない地域で普及している。アメリカ合衆国では、鉄道会社と政府機関で連携して、ダブルスタックカーの運行の妨げとなる障害物を取り除く工事を開始している。以下の複数の区間について、このような改良工事が最近行われたか、 あるいは計画されている。ヨーロッパは車両限界の問題や過重制限の問題から運行できない場合が多い。ありがとうございます。